こんにちは、菅野です。今日はですね、あの枕タオルなんかをですね、オリジナルで作るとき、なかなかこのどんな感じで出来上がるんかっていうのはやっぱ一番不安になりますよね。で、この不安を解消する方法、これをですね、一つ、お伝えしたいと思います。これがまあ、枕タオルなんですけども、まあ、私ども菅野織物ではですね、やっぱりどうやったらね、頼んだ商品ちゃんと上がってくるんかいなってね、やっぱり一番心配なんですけども、これを解消するのやっぱり一番いい方法はですね、やっぱサンプルを作成する。これが一番やっぱり、いい方法なんですね。で、まあ、当然あのサンプルを作った後にデザインを変更とかなってくると、また型もね全部変更になってきますので、これはちょっとやっぱりねお金もかかってきますので必要ないことなんですけども、色構成のねこの色だけでもね、ちょっとこの赤を、本当はもっと薄い色にしたかったっていうことであれば、本番でですねそれを修正して、訂正して大皿することができます。なのでやっぱりねちょっと納期はかかるんですよね。で、枚数によっては費用もかかったりしますけども、この辺どうしてもその辺の色ぶれ、これをどうしても解消したいということであれば、一度サンプルをね作る。で、私どもあの100枚以上でしたらサンプル、無料で提供したりすることもありますので、その辺ぜひね、担当者と相談してください。そうじゃないとね、せっかく出来上がったものをなんかこんなイメージじゃなかったのにって何のもやっぱり辛いですから、せっかくねオリジナルを作るんですから、この辺までねちょっと苦労して、考えてやってみた方がいいと思います。よろしくお願いします。